足から健康、足から様です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、足山さん、ちょっとですね、気になることがありましてですね、中学校ぐらいの時にずっと魚の目があったんですよ。魚の目と、はいはい、彼女は魚の目ってやってましたっけ？魚の目やってへんよ。やってないか。やってないけど、まあ、あの頼まれたら、あの、ね、あの巻き爪とか外反母趾多いから、はい、そういうの処置するけど、魚の目だけで黒いってことはあんまないね。あ、まあまあ、外反母趾の派生とかで、まあ、処置はできる。そう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 。でね、ちょっと聞きたいんですけど、魚の目ってこう、まあ、自分でね、僕はもうこう芯抜く芯をね、こう爪切りでこうクリってやってたんですよ。で痛いから、それでなんとかしてたんですけど、またなるやろ。そう、またなるんですよ。でこれってどう直せばいいのかっていうのをちょっと聞きたくて、極端に言ったら歩き方やね。なるほどね。やっぱそこに当たるから、そこが飛行してくるね。はいはいはい。分厚くなってくるんですよ。はいはいはい。皮膚が当たってるから。そうですね。だからそこを当たらなくしていくってなると、やっぱ正しい歩き方とかしていく方が大事だよね。なるほど。こう、なんか応急処置的なのってなるのか。やっぱ削るっていうことは大事かもしれないけど。あ、削るのはいいですね。削って、芯あるから、それはもうどうしてもね、難しいから、まあ、病院行って取ってもらっても構わへんけど、でね、取ってもらってからが大事だと思ってほしいのね。はいはいはい。取ってもらって、同じ歩き方とかまたしてると、当然またできてきます。はいはいはい。うちの患者さんでも巻き爪外反母趾の人にかばうから、はい、かばうところが今度豆になってきたりするんですね。魚の目はタコなるなる。で今度ちゃんと外反母趾と巻き爪直して歩き方改善していくと、魚の目の位置がずれてきたりするの。だんだん、ああ変わるんや。変わってくる。はあ、で抜けていったら、抜けていくって言い方は悪いけど、なくなったりするね。そうでね、いつの間にか、そういつの間にかなくなってたんですよ。それはそうそう、年々自分でもある程度の形は変わっていく、形が歩き方が変わっていったっていうことだよね。いいも悪いもね、はいはいはい、変わっていくとこの辺にあったかこの辺にあったりとかしていくわけやから、はい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 、外反母趾のとかにしてるとほとんど親指のねこの辺にあったりとか、人差し指のこの辺小指にあったりとかするんだよね。だから足の置き場と か、あの足の形とかで変わってくるってこと。なるほど、うん、だから自然とこう、まあいいかどうかは別として、歩き方が変わったから魚の目もだんだんなくなってくると、それもまず原因というか、いい原因の一つよね。はいはい。それもね、あとは靴もあったかもしれないですね。そうやね。中学の時毎日野球やってて、ね、スパイク履いてたんで、あ、それ多いね、やっぱりね、靴とかやっぱり靴の影響で変なところに当たってて、魚の目できたりとか、例えば靴がちっちゃいとかさ、おしゃれで本当はサイズ合ってない靴履いちゃったりすると、はい、どうしてもギュッてなるので、タコって当たるところにできちゃうからね。そうですね。指とかもそうやし、ここもそうやし、はい、だからそういう靴履いてるとまた魚の目できたりするね。なるほど、うん、ちなみになんかこう職業で分類するのもあれですけど、こういう人魚の目多いなとかってありますか？血のつく人多いね。死業ですか？死業。なんでですか？看護師とか、介護士、保育士、そういうね、そういう人多いね。動くからですか？あとはね、そうそう、動くからし、で結構踏ん張ったりする仕事やから、ね、はいはい、うちは患者さんとか多いね、そういう人がね。やっぱ、巻き爪とか外反母趾ある人ってほとんど豆あるし、あとはね、男性やったらね、安全靴。安全靴ね、はいはいはい、今日も来はったけど、はい、やっぱね、大きい靴を履いてガサガサ動くから、そこが擦れて、あ、カポカポしてるのは、今日の人はね、親指のここのところにボコーンとあったね。はい、そうなってくるんだよね。なるほど。だから靴も大事だし、体で直していくっていうこと、歩き方で直していくっていうこと大事だね、まあその辺はね、履いてはいけない靴と履くべき靴の動画を見ていただくのと、そうやね、あれでも全然違うと思うね。ね、で靴の中でキュッとしないとかね。あとはもう姿勢、歩き方はもう歩き方を見てもらうのと、あとは一本下駄ですね。一本下駄、この間ありましたけどね。ね、一本下駄いいと思います。ああいうので姿勢覚えると、ね、使わないところは指使わなくていいんですよ。全然使わないですもんね、あれ。使わない、ここで立つから、骨で立つから、ね、はいはい、骨で立てるから。そういうのをやっぱ靴もそうやし、体も変えていかんと、いつまでも取ってもね、舐めてきますよっていうことですね。魚の目って取りたくなるねんな。わかる。わかります。爪でもそれもなんか、みんなこう巻き爪やからキュッてな、取りたくなるんですよって言って言うんでね、そう、取って偉いことだね、みんな。そう、もう取っちゃうんや、ね、うまいこと取れたら、まあ豆でもそうやけど、うまいこと取れたら痛くないね。ねえ、もう魚の目で悩んでる方多いと思うんですよね。ああ多いね。多分併用して、多分巻き爪やり、やら、なんか豆やら、多分外反母趾やらに、だから予備軍ないしはで、ね、なってるはずなんですけど、自分で処置をどうしたいのかなと思ってて、同じ悩みの人がいたら、この動画見てちょっと解消してほしい。そうやね、まず柔らかくするとかね、クリーム塗ったりとかはいいんですかね。全然柔らかくしていくっていうこと。今市販のでもあるやん、豆取るやつとか、はいはいはい、あんなでもいいけどね。なんか爪削るヤスリみたいなのこう削るの、削るのとかはいいよ、いいけど、なんか取って、さっきも言ったけど、取って
でそっから大事ですよってこと。やっぱ歩き方を改善せなあかんし、そういうね靴も改善せなあかんし、原因をそのままにしてるとまたなっちゃうよっていうことですね。まあその辺はね委員に来ていただいて。そうやね。まあ豆もねあんまり痛かったら 見させてもらいますし、はい、まあ外反母趾負け目の人はほとんどねそんなできてるからもう処置もしてますから、はい、そういうのねしっかりやっていかないとどんどんまた体が悪くなってきますよっていうことですね。気になる方は来てください。そう、気になる方は来てください。はい、ぜひね体のこととかまたね足のこととかまた伝えていきますので、皆さんねチャンネル登録とそれからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また、ね、質問とかもね。そうですね。もうなんか皆さん、はい、ズームとかで相談受けるとかどうですか。ああ全然やりたいけど ね、うん、いいんじゃないですか。はいはいはい。早くチャンネル登録者数1000人いってライブやりたいですね。ライブ配信まだまだ頑張る。お願いします。お願いします。みんなに行きましょう。頑張ります。